北条綱重北条綱重。北条志信は戦国時代の武将。北条玄安の次男。意味名は志信。廃校名は新三郎。兄弟には北条長順。鶴松院がいる。子は北条氏。隆氏。妻は西恩寺校長の娘。三代目武蔵小机上城主、北条氏康が和歌の添削を依頼するほど和歌の造形が深かったとされる。 A63 年、兄のサブロが溶接したため、東間ボロシアンより家督を譲られ、A66 年に小机上主となる。A611 年に、交渉、春三国同盟を結んでいた、武田信玄が駿河進行すると、北条氏は今川氏に助成することになり、駿河に出兵した際に、神原城を預かった。a 1 2年12月、第5次川中島の戦いを終えた、 武田軍は、武田勝頼を総大将、天宮信豊、山形正影らを大将として襲来。北条軍では、弟、長順をはじめとする戦用で牢城するが、勝頼、信豊の猛攻で激戦となるが、同日中に落城した。この結果、綱重、長順、それに、加野新八郎、清水太郎左衛門、笠原ため次、荒川長州ら上昇はことごとく打ち死にした。 綱重は、真田幸隆、信仏が親子率いる真田勢に討ち取られたという。北条新三郎の墓墓所は、静岡県三島市の有線寺。戒名は、三孔因殿候補まで両元大孤児。家督は、着南した歌が継いだ。ありがとうございます。